皆さんこんにちは。現在最も受難の作曲家といえばチャイコフスキーです。ジュネーブの国際音楽コンクール世界連盟はロシアのウクライナ侵攻を非難し、チャイコフスキー国際コンクールを除名すると発表しました。国際コンクール連盟はロシア政府の宣伝道具となっているコンクールはメンバーにはできないとの判断です。チャイコフスキーは最も好きな作曲家の一人ですが、ロシアを代表する作曲家であるがゆえに大変残念ではありますが、自粛の動きはしばらく続きそうです。そんな中、反田恭平さんのオフィシャルサイトでチャイコフスキーのプログラムが表示されておりました。このチャイコフスキーのピアノ協奏曲第2番は、先月ロンドンデビューを果たしたブルース・リューさんが演奏した曲目です。もう一つ注目すべきポイントはタネエーフです。タネエーフはチャイコフスキーの弟子で、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第2番の初演のピアニストです。また弟子にはラフマニノフ、プロコフィエフなどがおります。そして意外と知られていないのが、ピアノ協奏曲第3番があることです。この第3番は第1楽章のみ作曲され、第2楽章第3楽章は弟子のタネエーフが仕上げたと言われております。ところが1996年に完全に第3楽章まで作曲されたスコアが見つかったのです。ただ残念なことに、チャイコフスキーの演奏自粛が広がる中、反田さんのオフィシャルサイトからこのピアノ協奏曲第2番の予定が削除されておりました。